では今日は脇腹のトレーニングをやっていきます。まずは上向きで寝ていただいて、脇腹、腹斜筋といって斜めについている筋肉を使っていくので、体も斜めに起こしていきます。左足をまず直角になるように上げていただいて、手は頭の後ろで組みます。斜めになるように起こすので、左の膝に向かって右の肘がつくように体を起こします。この時に体を一度ぐっとまっすぐ起こしてひねるのではなくて、もう最初から斜めに体を畳みます。そして同じペースで戻して、斜めに畳む、戻す、反対でも同じです。反対も直角に足を上げたら、右膝に向かって左肘が斜めに体が折りたたむように、この時こちら側床についている方の手は離さなくて大丈夫です。戻す、足はこのままです。